え皆さんこんにちは。コーヒークラフトのルシア TN です。えー、本日ですね、レザークラフトキャードのバージョン1.2.1をリリースしましたので、その内容をご紹介いたします。変更点はですね、2点あります。えー、先日ですね、えー、とリリースしたバージョン1.2.1で、この特定の線、 この線の種類をコントロールを押しながらここのパレットをクリックすると、表示、非表示を切り替えられるという機能をつけました。これ、あの SVG フォーマットでエクスポートするためのものなんですけど、まあ、それでも使えるものなんですけれども、えー、っとですね、他にまあ編集で使えたりするんですが、この時に、例えばですね、ここにいろいろ、あのー、何ですか、えー、寸法線があるじゃないですか、表示が。で、これが邪魔なんで、編集の時にちょっと消して、で、 ここで選択ってこうやったつもりが前のバージョンだと,えとですねその隠れてる寸法線とかまあ隠れてる図形も一緒に選択してしまっていましたということでこのバージョンからですね隠れてるものに関しては選択しないように変更しています、えー、とこうレンジ選択した場合もそうですしあのクリックでねこうやって選択した場合もそうですしあとはですねセレクトオールですね、えー、とマックスだったらコマンド A windows だったらコントロール A で全選択だときにも、表示をしていないものに関しては選択をしないように変更しています。はい、こちらがですね、まず変更点の1点目です。2点目はですね、こちらはですね、あまり日本とかアジア、えー、とアメリカの方々にはあまり関係がない話なんですけれども、ヨーロッパ地域って、小数点にですね、まあ、ピリオドではなくてカンマを使うんですね、コンマ、カンマ。 はい、でそれがゆえに、えーまあ、よくある話なんですけれども、コンピュータープログラムではそこらへんが、あのーまあ、ちょくちょく問題になったりするんで、そこをです、ね、考慮してプログラムを組まなきゃいけないんですけれども、今回、ですね1箇所ちょっとそこが漏れてるところがあって、一変、最初に起動するときは起動するんだけど、インストールしてから、2回目にあの起動するときに起動できないという報告をですね、まあ、グローバルのユーザーさんからですね報告いただきまして、で調べたら、まあ、そこが見つかりましたので、えー、その対応を取ったのが2点目になります。 ですのであの多分ヨーロッパ地域の方々ってもしかすると、あのー、レザークラ挙ドに興味を持ってインストールしてみてみあの2回目に起動したらもう起動しないから使うのやめたっていう人がいるかもしれないんですけれども今回その不具合が治ってますのでもしですねその不具合でやめてしまった方がいらっしゃいましたらですねもう一回このバージョンからトライしていただければと思いますはい、えー、以上2点が今回の修正となります 今後もですね、このような形で、えー、と最新情報をお届けしますので、えー、ぜひぜひ僕のこの YouTube チャンネルの登録をお願いいたします。はい、今回も最後までご視聴ありがとうございました。えー、それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。